ちゃんも登れたなぎとサブといきみとリムで本日リムでリムでリムだ本日の企画でございますけれども、はい、みなさん、はい、最近モノパレット、はい、甘いんじゃないかなと。甘い甘い、うん、逆じゃない、限界のところまで君らは、うん、挑戦をまだできていないと。チャレンジ、そうです、チャレンジができてない。つい最近バンジー飛んで、つい先1000日目で入ったんですいやいやいや確かにということで以上ありがとうございました。ありがとうございます。成長したね、まあ、成長したね確かに、まあ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 、でもまだ、でもまだ、そう、扉開いただけだよね。そうそうそう、高みを目指したいわけです。ただその過程には我慢っていうのも必要なんです。我慢、そして読み合いっていうのも必要なんです。読み合い、はい、メンバー間で、そうです。そして、うん、何かがかかってるっていう緊張感もやっぱ必要なんですよね。やっぱ命がけの戦いってやっぱ楽しい、楽しい戦闘機やん、いきなりサイコパスになるやん死にてえはれ誰か殺してくんねえかなクソ中二病やまあこのね、前置きを置いときまして、はい、今回やる企画でございますけれども、はい、負けたら自腹で10着ふざけ T NG ワードゲームということで、今回の企画なんですけれども、はい、NG ワードゲームっていうゲームあるじゃないですか。もともと決められた NG ワードがあって、用意スタートで会話をして、うん、NG ワードを言ってしまった人が負けっていうゲームがあるんですけれども、こちらの方をガチンコでやりたいと、キャッキャッキャッキャするだけだったら面白くないと。違うと、うん、そうです、うん、なので僕らは10回ふざけ T を着て撮影をしてもらうまで、その罰ゲームが終わらないという十字架を、はいはい、課せて、しかもそのふざけ T はしっかり自腹で10着用意していただくという、はい、ちなみに今全員こんな感じなんですよ。そうお前自分の靴ふざけていってる正直一番ふざけてる、これはふざけていいよっていう重めの罰ゲームを背負った NG ワードゲームをやっていきたいと思っております、はい、これからですね、はい、NG ワードの方を決めていくんですけれども、はい、例えばゆきみの NG ワードを決めるとなったら、ゆきみには別室で AirPods をして待っててもらって、はい、俺ら3人で NG ワードを決めましょうという感じでございます、はい、ということで早速やっていきたいと思います。よいしょ。じゃあまずゆきみさんの NG ワードから決めていきますか。はい、わかりました。じゃあ離席を、じゃあ AirPods して待っててください、はいはい。なんか結構ストレートに、ゆきみが好きそうな食べ物とか、あ、誘導しやすいっちゃ誘導しやすい。あー、言うかな、警戒して言わないと思う。いや、ちょっと俺めっちゃいいとこ見っけた。いいっすか、ゆきみの NG ワード、自炊。優勝、優勝、優勝。最近あいつもやってるし、俺も最近やってるし、で結構あの俺らの中で最近自炊っていうワードがそこそこ、うん、ホットワード、ちょっとポロポロっと出るぐらいの感じなんで、ちょっと雑談し進めていったらさらっと出るんじゃないかと。確かに、はい、ゆきみさんの NG ワードは自炊っていうことで、じゃあ次決めるの俺にするか、入れ替わりするの、うん、怖え怖え、何人だったんだろう。まあまあまあ、アギンさんの決めましょうよ。アギンがこう言いそうやし、そんな簡単には言わなそうっていう、なんかエペ、めちゃくちゃいいやお前、エペ言うな、多分な、これエーペックスじゃなくてエペって言うじゃん。それでいこう、エペエペエペ、いや、ほんまにちょうどいいぐらいと思っちゃう。アギンさんの NG ワードは、ここに多分出てるのかな、エペエペ、あります。まあ、エイペックスのことですね、 FPS ゲームです。ということで、次俺の NG ワードを考えて、はい、俺がちょっとアゲイン読んできますね。よいしょ、これ怖いよね。いや怖いよ、俺が何になってんのか分かんねえけど。続いてサンブさんですね。サンブさんはなんだろうな、めちゃめちゃ喋るからな、あの人。その俺らが誘導して言わせるんだったとしたら、うん、酒とか編集とか。編集ありだね、うん、サンブ編集じゃあ、呼んでいきますね。はい、うわぁ、おかえり。なんかわからんけど、今俺誰のことも信用できる。リムさんって意外とね、無口なんですよ。そうなんだよ、そこなんだよ、そうなんだよ、喋、はい、んないんだよ。だから、よく言う言葉って言われる、意外とわからへんかった、うん、そう、オフで喋る時の会話と、カメラ回ってる時に喋ってる会話が全然違うタイプだから。どうしよっかな、難しいな、悩むね。あ、ちょっと待って、真面目、別にあるだけで普段言わへん。確かに確かに、俺がなんかふざけた時に
あー真面目とは正反対みたいな、これを拾ってツッコミをするっていうパターンがある。はい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 。で、この中で多分いっちゃんパッて見て目に入るのやっぱこれ、もう多分もうこの動画見てらっしゃる人もわかると思うんですけど、これなんですよ、きっと。なるほど、タンニムのワード、こっち出てるから真面目と。オッケー、じゃあちょっとゆきみ呼んできてもらって。はい。それでは、ここからですね、はい、NG ワードゲームが始まります。僕のスタートの合図でスタートになります。それでは、はい、ふざけTをかけた NG ワードゲーム、用意スタート。うん、さて始まったね、うん、ここはちょっとね、読み合いですからね。まあ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 、みんな、はい、うん、怖いね。まあ喋るのは怖いっすよ。うん、ね、なんかみんな最近凝ってることとかある？凝ってること？凝ってる、凝ってること？全員、うん、いやでも俺を疑ってるやろ今。いやなんかね、話振った人が一番なんかね、こうなんか考えてんのかなって思うのはそう。まあでも趣味、まあまあ最近なんかこう凝ってるというか、あれか、揚げだったら飯とか。ああ、そう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 、作ったりする。あ、趣味ないよな。あのね、あれなんだよ、簡単に作れるうどんがあって、うん、うどんチンして調味料を混ぜて、あの油そば風にするうどんがあるんだけど、油そば食ってないじゃん。あ、そう、うん、食ってたね。めっちゃ美味しいな、そのうどんが。しかも30秒くらいでいける。へぇ、ちょ、なんか作る最近。いや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 、え、俺狙われてんのかなと思って。なんか作る。いや、普通にまんべんなく話したね。あ、そうだね、うん、ちょいちょい作るよ。どう？うん、例えば飯でしょ。うん、例えばちょいちょい作る。まあでもこないえ。例えばどういうの作るのかな。せやな。まあまあまあ、魚さばいたりとか。ああ、たまにする。たまにね、寿司とかは作るの、一人の時とか。めっちゃ掘ってくれ。いや違う違う、普通にちょっと気になっただけ。まあ俺も喋ってるからさ、これに関しては。まあまあ、手巻き寿司ぐらいならね。ああ、うん。ゆめちゃんとか俺。え、やらんの。自炊とかなんかちょいちょいするんじゃね。なんかちょいちょい、ちょいちょいするんじゃね。自炊、うん、ちょいちょいするんじゃね。しますよ。なんか最近なんか作った？最近はあれ、グラタン作りました。グラタン作りました。グラタンオーブンでやって。なるほどね。グラタンか、いいね。硬すぎ、もうちょっとないからね、リラックスしたらぞ。あげに、どう？最近、昨日とか何してた？昨日？うん、まあ、例えば、昨日とか。昨日は、特にだな。何もしてない。昨日、これ作ってた。あ、そう、これね。そうこれ作って、設置して、最近だってもあれでしょ、引っ越してなんかネットも別に通じてないから、ほぼ寝てるだけで。やることない感じでしょ。だからもうこれ寝るか、うん、CR カップのカスタム見るか。はい確かに。かな。あとチャリでどっか行くか。ああ、そうね、この間俺ん家来たのよ。そう、チャリで。ああ、だから見た見た、ツイッター見たよ。そう結構早かった。意外に近かった。15分20分くらいで。うん、けど何した？俺、疑いすぎやろ。固くなってる。順番で聞いてて。そうやな、そうやな、別に俺狙い撃ちされてるけど。今の狙いは別にちょっと体を動かそうってことで、あのグローブ、野球のね、グローブとボール買って。え、大丈夫？大丈夫、別に何も普通にやんな、うん、やんな。で、なんかその公園行ってね、あの、どう先生もなったどう。ただ何すんの今さら。カレー。あー、あんま印象ないな。え、カレーが好きっていう印象ないね。カレー好きなんだよ。母ちゃんが作るカレーがめっちゃうまい。うん。いや、好きな食べ物ランキング教えて。カレー。うん、あんま印象ないね。カレーな。ハンバーグ。ハンバーグ。これもあんまりないな。うん、ハンバーグ。カレー、ハンバーグ。唐揚げ。唐揚げ。小学生に聞いた好きな食べ物ランキングじゃなくて。え、でも本当にそうやん。ガチな。うん、俺、あのお子様ランチに乗っかってるさ、あのプレートの上に乗っかってる食べ物のが好きなの。
オムライスとかも好きだし、ああその銃みたいな、そうそうそう、スパゲッティとかも好きだし、ああなるほどね、そうめっちゃ子供時代だからもうハンバーガーとかも好きやな、あーこの動画さ、うん、めっちゃ大変そうじゃない、結構なかなか喋ってるけど、ああでもまあそんなね、それこそそこんななんかこう怖い怖っ、編集系の話、編集系の話、編集系の話、うわやったー、よっしゃー、やったー、これ俺上手くない、ナイスやっしゃー、頼むさん、ふざけて終着決定、やったー、やったねー、編集ですね、編集、編集です、編集は言うって編集は言う、だから昨日何してた、昨日何してたって編集やってたでしょ、言うって編集はやくさー、なんか嬉しいわ、カンブさんが着ふざけ P 着よということで、なんか違うわ、これで負けんの俺のキャラじゃないわ珍しいね、サンブマジで、うわあるあるに続き、ほんまやな、確かに、まあでもまあ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 高いってまあ寝巻きも増えるしね、うわ目につくからこの季節そうちょうどいいっすよ、半袖、この動画面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします、それでは以上、モノパレットでした、編集頑張りましょうね、編集頑張りましょう、編集頑張りましょう、うっぜぇ